はい、おはようございます。今日はね、2024年10月6日日曜日です。いかがお過ごしでしょうか。昨日はですね、あの大朝日岳に登ってですね、今日はですね、合算にねチャレンジしてみたいと思います。リフトを使って登るルートで行くので、片道ですね、だいたい2時間半ぐらいですね。で、累計標高差がね、600メーターぐらいになってます。で、リフトはね、8時から動いてて、今ね、時刻はね、8時40分なんで、そろそろ着いてきたかなっていう感じでね、これからスタートしたいと思いますが、ちょっとね、ガスがかなり多いんですよ。湿気ってて、霧雨が降ってるっていうね、感じですね。今ですね、ウバーサワ駐車場っていうところにね、来てるんですが、もうここの周りの木々もですね、若干色づいてきてるかなっていうね、状況です。で、リフト乗り場まではね、だいたい15分ぐらいね、歩くみたいです。最初のこのウォーミングアップにね、ちょうどいいかなっていう感じですけど。昨日は大朝日岳に登って、合算のね、こう、てっぺんがちょっと見えたんですよ。で、道中もですね、帰りの車の道中もですね、合算が、すっきり綺麗にね、見れてたので、すごい期待したんですけど、今日はあいにくガスガスで、ちょっとね期待できなそうな感じがします。苦しい。無事にねリフト乗りました。片道800円で、往復がね、1500円です。はい、今ね、リフト降りてね、スタート始まりました。今ね、時刻は9時11分ですね。今ですね、リフト降りてから、乳母ヶ岳の方にね、向かってます。ちょっとね、あいにくガスガスなんですが、ちょっと草もみじがね、ここら辺は綺麗な場所じゃないのかなと思います。はい、乳母ヶ岳にね到着しました。だいたいねリフトから20分ぐらいでね到着です。ちょっと天気が良くなくて、周りのね状況がよくわからないんですけど、草もみじがね綺麗になってます。リフトをね乗るときにちょっとね皆さん注意してください。帰りのねチケット2枚と、あとで、ね、スマホ1台、あとはね帽子がね3つ落ちてました。あとはペットボトルがね何個か落ちてるっていうね状況なので、慌てて乗らずにですね、ポケットのねチャックしっかり閉めて、リフトにね乗ってください。おそらくですね、チケットなくした方はですね、気がつかずに帰りにあれないっていうね感じでしょうね。もうねスマホは特にねなくしちゃいけないアイテムの一つだと思います。連絡のね手段もそうですし、あとはね地図アプリとかもね入ってたりしますので、しっかりねチャック閉めてください。おすごい、これ真っ赤。おここあめっちゃ綺麗、周りもよく見ると。
ごい色づき綺麗ですね。すごい綺麗なところに出てきましたね。ちょっと周りの景色がちょっとね遠くまで見れないんですけど、間近のねこの黄色とオレンジ、赤、あとはね緑とかまであってね、すごくね綺麗ですね。あー左側もすごいぞ。はい、お疲れ様です。やはりねちょっと人気なお山なので、そこそこね渋滞が発生します。まああとはね紅葉が見ごろなところはね、皆さん、私もそうですけど、写真撮るのにねちょっと立ち止まったりするね機会も多くなると思うので、コースタイムがねそれほど伸びないんじゃないかなと思います。時間にね余裕を見てですね行動してみてください。今ね牛首の分岐にね到着です。時刻はね10時5分ですね。登り始めてだいたいね1時間ぐらいで到着です。今ですね牛首のちょっとね上のところなんですけど、ここすごいですね、見頃を迎えてます。すげー綺麗だぞここ。あーすいません。おおすごい、めっちゃ綺麗だよ。もう綺麗とかすごいしか言ってない晴れてればもっと素晴らしいね景色が見えてそうですけど、やっぱり雨でも全然綺麗なのは綺麗。いやーすごいね。まあ今日はねちょっとガスってて遠くが見れないんですけど、ぜひね早めにお越しいただいて、天気のいい時はですねものすごいいいね青空と素晴らしい紅葉がね待ってるんじゃないかなと思います。お、なんとなく明るくなってきたよ、ほら見えますかね後ろの景色。一瞬晴れてますね、嬉しいですね。いいねいいね。もう頂上は間もなくっていうところでマジでめっちゃグッド。おお、なんかご褒美じゃないですかねうわーすごいなこれ。頑張った甲斐ありました。あそこなんか地頭みたいなのがありますね。帰りにちょっと寄ってみようか。もう少し待つか晴れるの晴れてこの景色見たいな。見てください、うわすごいいい天気になった。おおすごい、あ見えてきた。お疲れ様です。今ね時刻は10時50分ですね。まもなくね山頂っていうところで、見てください、もうラッキーですよ本当に。さっきまでガスガスだったんですけど、失礼します。ものすごくいい天気にねなってきました。
おお、素晴らしい。おお、めっちゃすごいよ。ほら、見えるかな。こっち山頂なんですかね。まもなくね、山頂に到着します。時々ね、青空が見えてですね、こちら側はね、日本海側だと思うんですけど、こっちの方はね、天気が良さそうです。はい、お疲れ様です。今ね、時刻は11時ですね。ガッサン到着しました。そこに池塘があるんで、ちょっと近くに行けるのかなと思って来てみたんですけど、近くには行けないみたいですね。見てください、山頂はねガスガスだったんですけど、このね紅葉のところがちょうど今ねガス晴れてね、すごい綺麗になってます。よかったです。今日は登りはねガスガスで全然遠く見れなくてですね、近くのね紅葉は見えてたんですけど、こうやってね一面見渡せるっていうのはね、あ、ちょっと危なくなってきた。ここちょっと危険よ。おお、見てください、ほらようやくねこのように綺麗な景色見せることができました。素晴らしいですね。マジすごい、マジすごいしか言えない。あそこのね、ほら、なんだろう、登山道、木道ですかね、あれもすごいね、なんか絵になりますね。ちょっとね、上はね、曇ってるんですよ。だけどね、標高が低いところはね、雲がなくて、晴れてるっていう感じですね。あー、今もしかして日本海の方見えてんのかな。あそこはね、上側の木道はね、朝歩いてきたね、木道ですね。今日はですね、登り出しはね、もうガスガスで何も見えなくて、で山頂着く頃にね、晴れ間が見えてね、日本海側もね、日本海もね、ちょこっとだけですけどね、見れたんですよ。で、帰りはですね、このご褒美ですよ。後ろまた青空出てきましたね。いや、ね、ガッサンすごい紅葉綺麗です。お早めにねお越しください。いや、本当晴れてよかったね。あー、さっきのところで撮ればよかったかな。
帰りはですね、乳母ヶ岳の方はね引かずにこの左の方からね帰ってみたいと思います。今ここはですね、乳母ヶ岳の下ですね。やはりね、ここら辺一帯はですね、草もみじがたくさん綺麗になってます。でね、木道もね、なんとなくいい感じになってますね。え、あそこ二股に分かれて、リフトはどっちだろう。右の上の方に行くのかな。いや、ここら辺一帯はですね、オレンジ色の紅葉がすごい綺麗ですね。これから赤くなるんですかね。向こうに見えてる木道がこのリフトの脇を降りていくねルートになります。はい、無事にねリフトのあたりまでね降りてくることができました。リフト乗り場の周りもね結構色づいて綺麗になってますね。お、今ね日が当たってすごい綺麗ですね。はい、お疲れ様です。今ね時刻は1時11分ですね。無事にね合算行ってこられました。で今日のですね、あの距離はですね 6.5 キロの、累計標高差ね大体700メーター弱ですね。でちなみにですねリフトの移動時間は入ってないので、こちらはまた別に片道ね10分ぐらい乗ってたかな。そういうね移動時間もありますんでね、余裕の持った計画でよろしくお願いします。はい、座ります。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。姉さん大変です。リフトの下にですねチケット朝3枚落ちてたんですけど、帰りはね6枚に増えてました。5、5、6、誰か1本手貸してください。6枚にね増えてました。マジでねお気をつけください。皆さんもね落とし物には十分注意してチャック、あとはね慌てて乗らないようにねしてください。お疲れ様でした。今日もね最後までご視聴いただきありがとうございます。今日のね動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録、まだの方いらっしゃいましたらぜひねチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はね合算にやってきました。チャンネル登録をねしていただければですね、このような素敵な景色見れるかもしれません。ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。